平泉とは、明治時代の浮世絵師、日本画家。明治年間には、水野利方、竹内慶州と共に名声があり、特に艶やかな美人画で評判をとった。小林栄卓の門人、通称は秀太郎、モサイトゴース。信の国松大城下御安町に、松城藩士の富岡薫山の六尾として生まれる。父も、木雪とゴースる絵師であった。 はじめは独学で絵を学び、青年期に陸軍参謀本部で製図の仕事をしながら18歳の時に小林英拓について浮世絵を学び、も再英星とこうした。画業の傍ら雑誌の差し絵も手掛け、あでやかな美人画で評判を得た。その画風は当時における流行の一典型を成したとも言われ、後のかぶら聞きよ方にも影響を与えている。 死、英拓の死を機に完食を辞して、明治23年から画業に専念するようになった。風俗画を得意としており、都新聞に入社し、挿絵画家として、毎日連載小説の挿絵を描くようになったが、下町の行き筋が、購買層の都新聞は英線が挿絵を描くのと描かないのでは、新聞の売れ行きが大いに違ったというほどの人気を得た。英線の妖艶な美人画は、 北川歌丸以来と言われたが、時代物にしろ、現代物にしろ、得意な人物を描くことでも知られた。都心文以外には、雑誌、風俗画法の挿絵も描いた。明治20年代から明治30年代に、肉筆浮世絵の美人画で活躍、その他に小学校教科書の挿絵、雑誌、文芸クラブの口絵や、明治期の浮世絵師では珍しく、春画なども手がけている。 松本風子や梶田半子らと共に日本画界を創立するが後に大会。また一方で岡倉角蔵の日本美術院特別参上院となっている。岡倉は挿絵画家出身の英戦も分け隔てなく交遇し、円満な社交家でもあった英戦は美術院と各界とをつなぐメッセンジャーのような立場だった。明治31年に本会画協会。 日本美術院連合会画共進会では、今用美人が一等法上を受けている。晩年は、本画家を志し、肉筆の風俗が、歴史画が多くなった。しかし、口江前世紀の明治38年、結核のため42歳で死去した。墓所は、東京都港区南青山二の七の八の、玉窓寺。法名は、永泉院文才秀則子寺。 英船塾が育てた、口絵画家も多く、弟子に、谷千葉、浜田城新井、伊川新井、桐谷仙林、宮川俊平、松本千寺などがいる。深山が暮れ、日本が西木へ。ありがとうございます。